入江茂ロは、日本の男性プロレスラー。大阪府大阪市出身。血液型大型。2002年、中学2年生で、大阪プロレスのプロレス学校に入門。同期には、大阪プロレスの小峠厚子や三原和てるがおり、高井健吾や、ビリー健吉と、スペルデメキンらがコーチを務めていた。高校生になると並行して、石倉正則の下で、 総合格闘技の練習も積み、アマチュアパンクラス大会にも出場している。2007年、デラ名古屋プロレスに入門。2008年4月30日、新規バファーストリングで開催された、若武者でデビュー。6月7日のデラ名古屋プロレス旗揚げ戦ではメインで、高木三四郎と組んで、新総研高滝沢博士と対戦。2009年4月、デラ名古屋プロレスが、 代表者の不祥事により活動休止となった後は、チームでら所属として活動している。2010年3月より、DDT プロレスリングへ留学という形で参加しており、DDT を主戦場としているが、名古屋での工業へも定期的に参戦している。また、12月からは、ユニオンプロレスに移籍した高木三四郎のプロデュースした TKG48 のメンバーとして、 ユニオンにもレギュラー参戦するようになった。2011年5月8日のアイプロレス博2011においてタッグマッチではあるが高いに勝利し、死傷声を果たした。同5月、DDT のコディ無差別級挑戦権トーナメントに参戦し、イブシコータを破る大金星を挙げた。その活躍を認められて、翌月の6月に TKG48 メンバーである、 沢宗忠をパートナーに迎えて、ィータック王座に挑戦、王者、玄太郎、安浦の組を破り初のタイトルを手にした。2012年4月1日高楽園大会、ケニー・オメガが保持する世界ジュニアヘビー級王座に初挑戦し、ファイヤーバードスプラッシュを披露するなど肉薄したが、最後は、ケニーの変欲の天使で、入江が破れた。 5月4日には、石川修二とのチーム、ビッグ G、番で、佐々木義人、忍の BJW 認定タック王座に挑戦、ダッシュに成功した。2012年秋、石家会、高尾総馬ら3人で、チームドリームフューチャーズを結成。2013年より、DDT の正式所属選手となり、チームドリフの3人で、コディ6人、タック王座も退官した。3月20日、 ケニーが持つコディ無差別級王座に初挑戦して王座ダッシュに成功。その後8度防衛し、コディ無差別級の最多防衛記録を樹立した。8月の両国国技館大会、両国ピーターパン2013で原島との防衛戦を行ったが、敗れて王座から陥落した。8月17日、両国国技館大会、両国ピーターパン2014で、 大月健治メイクを施し登場。2015年11月23日より開幕する全日本プロレスの世界最強タッグ決定リーグ戦に吉江豊とのタッグで出場決定。2016年5月25日全日本プロレス社長秋山糸氏の要請によりアージレンジャーのグリーンになる。7月17日より無期限アメリカ遠征。中西部の脇。 イワミッドサウス、AW、プロレスティングブリッツ、ギャリー・ル・チャリブレ、フリーランスレスリング、レジスタンスプロレスリング、ミュウ、アプレ、アイは、グローブル・ホースレスリング、LA 地区の AWS、チャンピオン・レスリング・フロム・ハリウッド等に出場。9月6日のミュウ、ミルウォーキー大会では、サイラス・ヤングをピンフォールし、同団体のヘビー級ベルトを獲得。月日の脇、 インディアナポリス大会では12名参加のワンデートーナメント、ザック・セイバー・ジュニア、マット・リドルがいる。2018年12月から2019年3月の間に A 独の多くの主要団体に参戦する。前述の他に p c w u k レボリューションプロ、フロントラインプロ、ファイトクラブプロ、神風プロ、オールスター、アタック、ICW、OTT、 ボディスラム、ユップにも参戦し、ICW とユップでは初参戦にして、メインイベントでのタイトルマッチが組まれた。2019年4月4日から6日のマニアウィーク期間中の NY 界隈において、日本人選手最多となる5大会に出場。また日系ではないプロモーションにおいて、メインイベント出場を果たした唯一の日本人となる。2019年夏も、 イギリスでのマッチメイクが発表されているが、7ヶ月ぶりの日本での試合が5月26日の DDT 大阪大会となることも発表されている。2019年6月20日、ストロングハーツのメンバーとして活動することが発表された。ありがとうございます。